皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。皆様たくさんのお便り本当にありがとうございます。なんとお便りの渋滞が起きてるのですよ。嬉しい悲鳴です。はい、お時間をください。必ず読ませていただきますので、お時間をどうか、今日は無理でも明日が無理でも明後日と必ずお読みしますので、どうかお時間をいただくことよろしくお願いいたします。ということでして、本日の一言言ってみましょうかね。じゃん。ペンネームグリークさんよりいただきました。グリークさん、お便り本当にありがとね。めちゃめちゃ嬉しいですから。はい、ありがとうございます。そしてグリークさんはいつものことながら今回もメッセージが添えられております。まずはそのメッセージをお読みしたいと思いますね。じゃん。コンセプト、6月は祝日がないのがつらいですとのことですよ。あー、わかります。そうなんですよね。6月ってないんですよね。ですから、あー、もう6月は祝日がないんだって思うだけで、もうそれだけで疲れてしまいません？僕なんか本当にもう祝日好きですから、もうないって知っただけでもうその月が疲れちゃいますよ。でも皆さんどうなんでしょうかね。例えばゴールデンウィークなんてあったじゃないですか。あれを削ってでもいいので、まんべんなく均等に毎月お休みがあった方がいいなっていう方いらっしゃいます？僕はどちらかというとまんべんなく派なんですよ。はい、そっちの方が僕は嬉しいです。まとまってあるとちょっと持て余しますので、ですからそのゴールデンウィークを削ってもらって6月に回してもらった方が本当に僕は嬉しいのですよ。ですから、どうかグリークさん、もう打って出てください。まんべんなく休日を作ろう会ということでして、ご出馬ください。応援しますよ。ということでして、ちょっと話がずれましたが、そのコンセプトを受けてのお一言拝見したいと思います。じゃん。うわ、病だらけですよ。びっくりしましたから、こんなに連続に病だらけだなんて。いやいや、皆様に簡単にご説明しますとですね、よく月の名前を使って病を表現することあるじゃないですか。あれがもう連続しちゃってるんです。もう連続月ですよ。ですからもうこんなに毎月みたいになっちゃってます。でもそうなんですよね。やはり新年度が始まって、人間関係や仕事場のなんか覚えることなどが増えますと、そろそろ疲れてくるなっていう時期でございますからね。それがもう最初からトップスピードで疲れちゃってるような、そんなお一言でございます。でもそうですよね。僕なんかもですよね。実はクラス替えなんかあったりするじゃないですか。それがあるなっていう、それを知るだけでもう疲れちゃうので、ひどい時なんかもう3月から病ですよ。もっとひどい時には2月からですよ。2月3月からですよ。本当にそんな風になっちゃいます。はい、ということでして、
ここまで言ってしまいますと、もう分かられたかとは思いますよ。はい、ああ、あれ系の病ねって、ということでして行ってみましょうかね。はい、この連続した病どうか乗り切りましょう。僕応援しますから、グリークさん。ということでして、グリークさんよりの一言どうぞ。4月病、5月病、6月病。